また空海はかははいまた空海は重々進路の中で「法華経」は大日経より見れば三重の列であり第三化論であるとして法華経を誹謗しているさっき言った通りしかしかの影響をたる大日経金剛調教組織事業等のいずれにもかかる説は全く見当たらないとそんなこと誰も言ってない本当に法華経をこの劣るって言ってるとこはどこにももともとの 影教の三部教、信号の三部教にだって書いてない。で、これまた教文を無視した空海の故意に他ならない。自分は勝手に思い込みで、勝手に自分を良しとするために、正当化するために言ってるだけに過ぎない。それも中国の祖である禅無意は大、大日教義釈の中で一切教を四句に配当し、その第四句、女実、女実地自,自身を最小として、女実地自身。 これを、これに法華経、大日経を配していると。全無意ですらだよ。大日経と法華経を同等に考えている、ね。大日経を法華経と同列に配することさえ、まあ、これだってダメだけどね。大変な語尾優であるが、空海の立てた法華経を大日経より三重に列するとする説は、かの素子たる全無意の説とも全く矛盾しているんだどうよと。 さっき自分が、シンゴンの第八祖、ね、系譜の伝辞でもそう、伝辞の第八祖の中に、の中間に入れている禅無意ですら、これに空海は背いて、もっとえげつない、もっとじ、あの、故に、画の強いことを、平気で述べ立ててると。どんだけ慢心が強い奴かってことですよね。どれだけ、その、まあ、重り高ぶった男であるかと。 で、そもそも、法華経が、釈尊の出世の本外、イ・コン・いいね、すでに時、今時、まさに時、に超過して、もうそれを超絶して、すぐに、大きく超えた、最小真実の教えであることは、教文の随所に示されておる。もうこれはもう散々言ってるところだ。これを、第三家論、第、第二教第一、家ン教第一、法華経第三なんつって、そしることはまさに、 ここだよ。これに当たる。もし人親絶してこの今日を希望せば、すなわち一切世間の仏償断然。その人妙中して浴びよくにらん。やっぱりこの重罪に当てはまりますよ、と。まあ、念仏宗法念なんかもこれで無権地獄に落ちるってこう、はしゃくしますけども、真恩も、一面から言えばこのまんまですから、やっぱり真恩亡国も当然のごとく、真恩無権地獄。こういう重罪に当たるってことですね。 以上に述べてきたごとく、真言宗の教義は大枠と、地己創意に満ちた、満ちたものであるが、その根源は何といっても真言宗の不法伝承の次第にあると言ってよいと。その地己創意ねだその。こうやって法を付属してきたよとか、伝承されてきたよっていうことが、そもそもがもう、この疑惑、あ、詐欺、ペテン師の類だってことですよ。